こんにちは、わらくどんのほうぼうです。今回の動画は、旧四火星の方ですね。2024年6月の運勢についてお話をしてみたいと思います。これさっき私は年運と月運のま晩、あ、を見ていたんですけども、ものすごくいい状態が続いているので、ちょっとあの違う星ながら羨ましいという、そんな気持ちになるような動きでしたね。まずですね、6月が損給。 この今、赤い印を入れた場所で、ここに当然あのすごく良かったです。よと私さっき言いましたけども、悪いエネルギーは来ていません。ですから、この場所の意味合いが素直にこう影響を受けるというんですかね。そんな動きになるんじゃないかと思うんですけども、ここが非常にいい場所なんですね。いろんなものが巡り来る円が巡りきてでいろんなものが集まってきてですね。それがそれぞれ。お互いにこう関係を持ち合ったりしながら形をしっかり作っていって。 非常に良い,い動きをしてくれる。で、さまざまに寄り添い良き形をなすっていう、このサムネイルのところに言葉書いてありますけれども。まさにその通りだと思います。いろんなものは寄り添ってきて。で、それぞれが、こう、今、まあ、意味のある。形、意味のある行動をしてですね。組み合わさることによって、いい形をなすわけですから。で、それが今度は自分にとってですね。あのプラスになる。思いが形になっていく。やりたかったことがどん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 動き出すという。 非常にいい状況に入っているのでこういういい時ってですねいい、まあ、いいかからでででで遊んんんるる楽しんでるってわけにはいかないんですね必ず悪い巡り合わせの時って念運,運も月運も来ますのでそういう時にちゃんとこう備えができている状況をこういう時に作っとかなきゃいけないですね。よく私命運を作るっていうふうに言ってますけども。 自分のの生活の背景ととかか環境とかです、ね、人間関係とかそういうものをしっかりいい時に作っておくと悪いエネルギーが寄ってきた時あの悪い場所に入った時ですねやりにくい状況に入った時になんということなく越えていけるというこういうところの動きっていうのがとてもこう大,事な大事なんだなというふうに私も常に思ってるんですけどもあのいいからこそこういろんなものが形になるし効果的にできてくるわけですね。有効に使っていいいたただきたいと思います いろんなものが来るのでやはりこうあのまずいものも来ますからねその辺だけは見極めるように、ね、いい状況が周りにあるからといってもですねあの全部がいいわけじゃないですやはり人の世の中ですからいろんなものが寄ってきますので、まあ、その辺だけは意識して行動するということですね。で6月が終わると今度はですねオレンジ色のど真ん中の中宮ですねここがですね何も悪いエネルギーが入る場所ではないので。 いいと言えばいいんですけども注意しなきゃいけないというですね、まあ、このど真ん中という場所ですねもう周り全部囲まれていて他に行きようがない場所ですので逃げ場のない状況だけはちょっと意識するということですねそうするとここは周りのいろんなエネルギー力のまあ種類によってですねみんな集まってきちゃうんですね周りに嫌なものとか悪いものを置いとけばそういうものが中央に集まってきて影響を与えて もともとが強度性がいる場所強い力が満ちている場所ですので動き始めた方向へドーンと押してしてまう可能性があるんですね。ですから悪い方にちょっとね影響を受けて動き始めた時にドーンと強い力でそっち方向に押されてしまってこうちょっと引き返せないぐらいドーンと悪い方に行ってしまう可能性もあります、まあ、地獄を味わう可能性もあるわけですからその辺をですね周りの状況に注意するという、まあ、その辺が必要になってくるんだと思うんですけども。 周りの状況に注意してですねいつも以上にあの変なものとか嫌なものに近づかない触らない寄せないというそういう意識で行動していると残るもももののののは普通のものとかいいものなんですね運が良ければいいものも残りますいいものが集まってきますのでそういうものが周りに配置されることによっていい方向に動き始めればどんんいい方向にも動くんで,す、ね、ですからどうせね押されるならばいい方向に押されたいわけですから。 そのの周りをを見極めるとというここに十分注意をして、この中宮だけはですね月運年運がいい流れの中にあるといってもやっぱりちょっと注意をしてあの見極めながら行動するということですね周りの様子ということですねちょっといつもよりも,しいつも,よりも慎重なねあの関わり方をした方がいいような気がしますでここが終わるとですね今度は研究に入るんですね ここは六白金星が普段いる場所で、ここもあこちょっと回四角の方を入れなきゃいけなかったですね。月運ですのでこっちです。ここもですね非常にいい場所なんですね。権威にあふれていて、でこう自分よりも大きな組織とか偉い人とかですね、立場上の人たちとの関わりが周りにいろいろ起きる可能性があるんですね。それを大切にすることによってとっても良くなるというふうに言われています。 拡張の高い権威にあふれた場所ですのでそういうところとの関わりを大切にすることがこの中に入った時は求められることになるんですけどもまあ引き立てられたりですねあのサポートしてもらったりいろんないいことが周りに特に大きなところからの関わりが生まれる可能性があるのでその辺を大切にしていただくそれがすごく良くなるきっかけを作ってくれるような気がします。 ただ逆っていうかなあの自分が権威のある立場に立っていることを考えると目下が生まれますのでその目下に対してですね今度は自分が権威のあるものいい関わりを持ってさ接するということが求められますので、まあ、その辺がですねあの、まあ、面倒くさいなんて言わないでですねちゃんと下のものもしっかりとこう問題を抱えていたら一生懸命関わってあげる一生懸命サポートしてあげる。 そんなふうなですねいい関わりを持つことによって自分にもとってもいいことが返ってきます目上とか目下との関わりを大切にするととっても良くなる場所ですよというそういうふうに言われている場所ですので,でここにも全然悪いエネルギーが来ていませんので素直にこの場所の影響を受けるそれを考えながら行動するということですねでこれは月本当678と7月はね中宮なので少し注意ですよということなんですけども まあそこもねあの注意深く行動すればいい方向に押してくれるわけですからそちらを目指していきましょう。でその背景になっている年運,です、ね、年運がですね2024年はこの根窮本来自国土星がいる場所であの地味と言われているんですね非常に派手じゃないです地味ですけど着実に物事が形を成してくれるという本当信頼に足りる、まあ、大地の星お母さんがいるような場所ですので 頼りになるし信頼できるし、で、もみんなを支える確実なことをしてくれますよね。まあ、今はもうちょっと時代変わるからお母さんだけがというわけじゃないんですけど、ご飯を作りみんなの面倒を見てくれて一生懸命支えて家族が生きる時の大きな背景を作ってくれるそんなお母さんの星がある場所ですので非常にこうあの着実に信頼できる場所なんですね。そこに悪いエネルギーも入ってきていないので。 非常にやりやすい状況が続くということですね。念運でもですね。ただですね、あのここいろんなものが生まれるので毒を生むこともあるし、人に害を及ぼすものを生む可能性もあるんですね。あの大地からだってやっぱり毒のね要素の強いものがどんどん,どん,どん出てくるときもありますので、その辺だけは少し意識をするということですね。まあ、毒にねあの接して。 自分が倒れてしまうというのもちょっとこう悲しいことになりますので,で毒を生まないような人間性を作っていくということですねあのいい種を選びいい育て方をしてちゃんと人間の人のためになるようなものを生み出すようなそういう意識でいればねここもあの十分そのさっき言ったように地味だけど着実な場所という意味合いを生かしていけるんじゃないかと思います。準備にに言われますね具体的に形がでできるんで 身の回りに将来こう動く時のちゃんとした基盤を作るような具体的な行動準備には向いてるというふうに言われていますのでその辺の意識もあった方がいいかもしれないですね。派手なことをドーンと動かすよりも動く時の備えをちゃんと作っとくという意識かなその辺があのここの持ち味にななるような気もしますでこの24年が終わると今度は25年ですね。丸いところに紫色を入れます。 ここも非常にいいんですね。ここは「神宮」といって震える宮」って書きますけども本来「三匹木星」というとっても元気に満ちたエネルギーに満ち満ちた星がいる場所なんですね。で三匹木星の持ってる意味神宮の持ってる意味というのが若い木がぐん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 伸び上がるエネルギーに満ち満ちた状態を表すという意味とあとはですね「雷」これあの本当は雷の場所なんですね。 そのの雷もエネルギーの象徴なんです,、ね、ですからあのどん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 こう新しいものが生まれたりですね新しいことが起きたりスタートをさせるにはとってもいい場所というふうに言われています。エネルギーがもう満ち満ちていますのであのよっこらしょと重たい腰を動かすようなそういう動きじゃなくてですねもう軽やかなステップを踏んで動き出せるようなそんな感じの動きができる場所なんですね。 ただです、ね、勢い余って先走りすぎたり突っ込みすぎたりするっていうこともありますのでその辺だけこの鍼灸に入った時はちょっと注意をするということでしょうね。やっぱりあの勢いよく行きすぎてぶつかれば当然怪我もするでしょうし痛い思いをする相手にも被害が与える可能性がありますので本当はねこの,あの3匹木星の方もそうなんですけどなかなか止まらない力あの雷なんて 勝手に落ちるわけですからねエネルギーが待って落ちてくるわけですから,から止められない力というふうにも言われてますのでそれがまたまたずい時もあるんですね先走ったりあの思わず言ってしまうやってしまうなんていうねあの歯止めのない行動をとる可能性もありますからそういう時はですね一呼吸を置く習慣を身につけておくと随分役に立つようなちょっとだけこう立ち止まって何かを言うとかするとかっていう習慣をつけておくと。 まあこういうところに入ったり三匹木星の方にはいいのかもしれないですね。まあ、新旧、これが2025年でエネルギーに満ち満ちしていてやりやすいですよという場所ですね。でそれが終わって26年ですね。26年は緑色を入れますね。これです。で、ここにもやはり悪いエネルギー来てないんですね。非常に素直に流れ、年運の流れの中にある、流れの中にあるということですね。 でここをさっきあの説明しましたよね6月のとこでいろんなものが巡りきていろんなものの出会いによって形がしっかりできていく縁が巡りきて物事がしっかりと形を成すというとってもいい場所なんですねでここをあのサムネイルにも書いてある通りにそういういい場所なんですけどもここに来たらですねほんとこう9つ、ね、の中で最良の場所なわけですから。 どう見てもですねこの年運困窮は準備新窮は物事が動く尊窮になればしっかりとした形を成すというある意味で理想的な動きになっていますので本当にこういう年1年間、ね、これ3年間の話をしてますから3年分いい状況が続くわけですよね。いいろんなこととができると思います自分の本当に確固たる基盤を作っていろんな先に行って動く時のですね 背景をちゃんと作っておくとっても大切な機会になると思いますのでやりりががいがありますよねただですねあの今回ね月も年も非常にいい動きをしていましたけども必ずですねこんなにいい動きの中こんないい流れの中なのに私は僕はどうもうまくいかないって方いらっしゃるんですね。もうこれはですね人がこう生きていく上の半分宿命みたいなとこあるんですけども。 普段自分がどういうことをしてどういう背景の中で生きてきてそれでこれからどういうふうに思って生きていくかとかですねそういう,こう自分の在り方の基本的な部分がやはり根底にあるのでどんなに年運がよくどんなに月運がよくてもですねそのベースのの動ききに大きくあの影響されるんですね。その自分の持っている面、運自分のベースの部分にこういう星の動きというのは影響を与えるわけですから。 そそのベースをしっっかり作るととというそれがとっても大切なことなこんですねだからこうみんな自分ね勉強をしたり努力をしたりいろいろ考えて行動してるわけですからその背景にその,本その本当の大きなベースの部分に背景として影響を与えるというふうに考えるとですねどんなにいい流れの中でも嫌な思いとか辛い思いとかなかなか浮き,あ浮き上がらない浮かび上がれないような状況の人も当然出てきますので。 それはやはり地道に自分の根本の部分ベースの部分をしっかりと作りあるいは間違えていたなら修正するという作業がどうしても必要になってくるんだと思いますね、いい動きだから悪いって必ず言うんですねおっしゃるんですねそういう方もねそれには原因があるというふうにそういうふうに考えた方がいいと思います あのね、全員が全員こう絶好調の中幸せの絶頂の中で生きていけるというわけではありませんのでその辺も考えながらですねあくまでも参考になる情報として利用していただく季節の動きというのはねあの同じ星を持っていれば同じように巡り来るわけですから台風もも来るるるでししょうねあの優いいお日様が出ることもあるとあ思いますそういう動きというのはみんな一緒だけれども受ける。 ベースにとっても大切な、まあ、形を教えてくれるんでしょうね。どういうふうに生きたらいいかということをその辺で考えさせられる、まあ、とても大切な部分になると思います。自分の根幹ですからね。まあ、今日はそ,あのそんなことの話も交えながらですねあまりにもちょっとこうあの月運と年運の動きは良かったもんですから少しこう、ね、あの勢いよく行き過ぎないようにですね ちゃんとその自分の背景を作ることが大事ですよというそんなお話を交えながらのの方のお話を終えてみたいいと思いますでこんなところですね一応6月の分ですね24年6月の分は1泊から休止か生まで全部終わったわけですので,でこの次のシリーズですね7月のシリーズからですね1泊から休止か生まであの順番に動画1つずつ作るんですけども。 配配信信すすするととときはででね、ね。まとめて配信しようと思ったんです、ね、なぜかというとあの、ね、やっぱり一泊推薦の方は早くあの情報動画が出るんですけども九止河川の方は半月ぐらい遅れて出ることが多いんですねだったらですねもう一斉に9つの星の分を同じ日に配信するようにしてそれまではですねあのまあ2週間とかそのぐらいなんですけどもメンバーシップの方にどん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 先に配信をしてですね 一応メンバーシップも充実させないとですねあのチャンネルの根幹の部分にだん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 なってきてほしいというふうに思って育てようと思ってますんでただあのそんなにですね配信自身が遅れるという話ではありませんのでみんな一斉に配信されるんだなっていうふうにそんなふうに理解していただければいいと思います。あとあの最近液を一生懸命私やってますんで液,に液を使ってですねそれぞれの星とかですね あとはあの1ヶ月間のその方の背景みたいなものをですね動画にしてお伝えできるようになっていことも考えていますので今あの後ろの方でですねあのセッティングをしてこれからあのどん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 そういう動画も作っていこうなと思ってますんでちょっとこのレパートリーが増えてですねで駅の場合はですねちょっとこう神がかり,がかり的な要素があるんですね。神様にちょっとお尋ねして教えてもらうようなそんなようなところがありますので。 私はあの手相もです、ね、しっかりとした形を脳が描いた形を見て情報をそこから得るという急性嗅学はデータとか統計的な、ね、データを人に当てはめてそれを今度あのお伝えするという仕事ですのでちょっとあの神様にお願いする要素がなかったもんですから,、うん、加,えたらいい加えられたらいいなと思って駅の勉強してたんですね。そそろそろこう少しずつ皆さんにももの液の内容を、ね、じたものを 建てたものをお伝えできるような状況になってきましたので、あのその辺もですね、だんだん楽しみにしていただければなというふうに思っています。で、これからもいろんな動画配信していきます。であの見ていただいてですね、いいなと思ったらチャンネル登録をしていただいて、あの続けるときの大きなエネルギーになりますので、そちらもお願いしたいと思います。あとコメントですね、本当に一言二言声をかけてくださる方から、 結構真剣に、ね、あの問い合わせの悩みをお伝えし,たいしていただいて私も一生懸命お答えするシーンもありますしいろんなこう形でコメントをお書きいただいてコミュニケーションが生まれてますので、まあ、本当にその辺もです、ね、私もやりがいがあるし少しでもお役に立てればというところもありますので是非聞きたいことお伝えいただきたいようなことがありましたらばコメント欄にお書きいただくというのも 本当大切なコミュニケーションツールだと思ってますので、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。では今日は最後まで本当ご視聴いただいてありがとうございました。また次の新しいシリーズもいろいろ展開させようと思ってますので、少しお待ちいただいて楽しみにしていていただいたいただきたいと思います。では失礼いたします。